グラッピー清水です。今日は、すごいものが入荷したのでその紹介をしたいと思います。こちら、ですね、トラストっていうメーカーのものなんですけど、ででーんと、なんでしょうかこれは。ですね、これがですね、ちょっと見慣れない形なんですけど、サスペンションです。新しい最近来たサスペンションを、ありがとう。でですね、ちょっと変わった形してます。基本的に素材はほぼカーボン使っておりまして、リンク式のフロントサスペンションになります。で、通常のサスペンションっていうのは、こういうやつですね。よく見るサスペンション、フロントサスペンション、テレスコピックタイプっていうんですけど、これが普通のサスペンションで、こっちも革新的といいますか、最近出てきたすごく珍しい面白いサスペンションですね。で、これの特徴なんですけど、一番の特徴というかメリットというのが、操縦した時の安定性がすごくいいです。で、テレスコピックタイプですね、このタイプだと地面の衝撃を通過するとこういう風な衝撃があった場合に上とこう分散して衝撃が終わってここが縮んで衝撃を吸収するっていう形になるんですけど、こいつの場合はで、あ、こいつはですね、あとホイールがこの軸、この沈むとこと同じ軌道を通るので、普通のやつなんですけど、でこっちの方は新しいこのトラストのフォークっていうのは地面の衝撃こう来ると、こう地面こう衝撃来るとこうちょっとこう手前に自分の方に R をこう描きながらホイールが動きます。なのでこうなんていうんですかね、衝撃をいなすというかつるんと行ってくれるようなそういう雰囲気で行きます。で、あとですね、これは通常のテレスコピックタイプっていうものに比べると姿勢の変化、こう、ブレーキしたりするとこうギューッと沈み込むんですけど、それが少ないです。最近アンチダイブシステムとかそういったサスペンション多いんですけど、似たような感じで、これはそのアンチダイブを前面に押し出しているものではないので、完全なアンチダイブっていうわけではないです。ただやっぱり普通のテレスコピックタイプに比べるとその沈み込み量っていうのがものすごく低いので、なんていうんですかね、この大きな上下動っていうのがなくなります。で、テレスコピックタイプっていうのは沈み込むとこのヘッドチューブ角度が、立った状態になるんですけど、そうなるとその状態で突っ込むと、なかなかこう前転したり大まくれしたりっていう可能性があるんですけど、このタイプはその沈み込みが少ないのでこのヘッドチューブの角度が変わりにくいですね。なるとこう安定して、大きくブレーキングでしたずが沈み込んでもそんなに姿勢の変化がなく走れるという、なかなか優れたサスペンションだと思います。で、あとですね、これはですね29インチと 27.5 兼用になってます。コンパチのモデルなんで、で幅も結構あるんでプラスサイズですね、27.5 プラス 2.8 サイズくらいまでは使えると思います。で、あとですね、細かいこと言えばここですね、サグっていう初期の沈み込み量を設定してあげるんですけど、それをもうパッと見で分かるようにガイドがついてますんで、セッティングがすごく楽にできると思います。で、あとこれどういったバイクに合うかっていうんですけど、ですね、例えばサンタクルーでは5010っていうトレイルバイクですね、 27.5 インチのトレイルバイク、
後ろが130ミリストロークぐらいのフーサスですね、にちょうどいい。これ130ミリストロークのメッセージっていうモデル、最初に言うの忘れましたね。これはさっき130ミリのメッセージというモデルですね。で、あと130ミリぐらいのフルサスとか、あとはオールマウンテン系のハードテールですね、サンタクルーズのカメレオンとか、そういったバイクにちょうどいいフォークになると思います。またちょっとこの見た目もすごく変わっているので、ちょっと普通のじゃ嫌だなっていう人、そういった人にもおすすめです。で、これ重量がですね、結構ぶっとくてボリュームあるんですけど、2キロ切ってます。で、割とまあ軽いっていうフォークではないんですけど、決して重くないフォークですね。見た目以上に、軽いと思います。で、これがですね、お値段がまあ24万8000円ですね、まあ、まあまあするんですけど、今だったらあのマウンテンバイクとか、だとあのグランピーが金利を負担するグランピーローンっていうのがあるんですけど、それが36回まで、9月中は36回まで、グランピーが金利を負担しますので、そちらをご用意いただけると、このフォークだけだと1万円以下で買えちゃいますね。で、まあ、カスタムも全然受け付けてますのでご相談ください。で、これがメッセージって、まあ、130ミリストロークのモデルなんですけど、来月あの170、80ミリぐらい動くモデルも、入荷します。で、そちらはあの試乗車で、組み込みまして、実は乗っていただけるように、しますので、期待していただければと思います。このトラストメッセージ、よろしくお願いします。興味のある人、ご質問などお問い合わせお待ちしております。では。